水の味は実に幽怨な趣を持つ。モンドの水は清く澄んでいて、リーウェの水は後味が長く続く。稲妻の水は深みがあり、スメールの水は複雑で、じっくりと舌で味わう必要があるのだ。約束ですまないが、これを君に譲渡しよう。